クレムリン宮殿に展示されているツァーリ・プーシカと砲弾。砲画にはライオンの頭部が彫られている。側面から見たツァーリ・プーシカツァーリ・プーシカは、ロシアモスクワのクレムリン宮殿に展示されている巨大な大砲である。1586年にロシアの鋳造職人、アンドレイ・チョウホフによって製作された。重量約18トン、全長5.34メートル、 口径 890mm、外径 1200mm という大きさは、榴弾砲史上最大の口径であり、ギネスブックにも記載されている。この砲は戦時に武道弾を発射し、クレムリンを防衛するために作られた。ただ、実際に使用されたことは一度もなく、当初から軍事力や軍事技術の故事が目的であったという見方もある。表面には浮き彫りが施されており、 その中には、馬上の皇帝ヒョー土ルイバーノビチの姿を描いたものも、ある。本来の木造の砲画は19世紀初頭に、作られたが、1812年に消失してしまった。新しい砲画、並びに、中鉄の砲弾は1835年に完成した。ツァーリ・プーシュカのそばに置かれている。この砲弾も、実用を意図して作られたものではないとされ、実のところツァーリ・プーシュカの光景よりも、 わずかに大きい。現在、ツァーリブイシュカは、クレムリンウ大聖堂広場において、ツァーリコロコルの隣に展示されている。鉄球数個から構成される三段。ありがとうございます。